こないんで、これをちょっとやっていきたいと思います。だからちょっと男性視聴者が増えてきてね、あのなんかスケベが増えてきてると思うんで、もうあえてね、ちょっとこの女の子、フェイトの女の子いきたいと思います。はい、早速やっていきましょう。パンチラありますか、今日も。今日パンチラ、取ったらパンチラコーナーあるんで、お願いします。今日は一応3000円課金してきてます。ノルマね。はい、やってきます。はい、まず高さね。あ、エロいな、なんかこの痴漢みたいな手つき。手がエロい。お、いいよ。痴漢感がすごいんだけど、この動きやったら。容量分かった。もうなんか、もうなめますか。腰は動いてねえな。こいつに腰があったら絶対腰動いてる。それ、ね、近いと逆に難しい。はい、高さはいいんだよ、高さは。そう。お、これ横がむずいね、横が。親指が当たんのか。そう、これ押した後ちょっとずれるのがすごいよね。ずるいよ、また隠り付きだよ。めちゃめちゃ人気ですからね。そうっすよ。あ、思ったよりでかい。いきます。オープン。あら、あお、あ、足か。あら、これまだ、あ、ちょっと待って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 、皆さんまだ早いですよ、皆さん。あら、まあ、うわ、エロ、これ、これだけちょっとマジ、おかずが、これお前ら絶対おかずにするだろ。もう俺ら見ちゃいました。規約違反だから。はい、ということで、はい、完成いたしました。はい、テレッテテレレレッテレ。いきます。オープン。白じゃないですか。これ白ですね。やっぱね、お尻フェチなんで僕は。こっち派ですね。のび太さんのエッチ。はい、とね、今日はあのハンドパワーという機械でね、はい、こちらのフィギュア取れました。まあ、またね、面白いだったらやりたいと思います。はい、ということで、まだまだお二人も動画がたくさんあるんで、関連動画や僕のチャンネルからぜひ他の動画も撮ってください。これからチャンネル登録お願いします。高評価